それでは、骨盤の歪みの検査からしていきます。このように仰向けに寝てもらいます。骨盤に歪みがある場合は、足の長さが違ったり、足の開きに左右差が出てきたりします。多い症例では、重心が、乗っていない方の足が、長くなってしまったり、あと、また開いてしまったり膝がですね、浮いてしまったりします。骨盤の歪み方は人それぞれ、違いますので、その方に合った、治療を検査した上で矯正をしていきます。足の太さも左右で、違うことがあります。これは左右の体重のかかり方や、また体のねじれですね、それを検査して治療していきます。